僕個人的に、はい、2日未満ピチューかなり注目していたんですけれども、アップデートの影響が、はい、これ間違いなくアップデートの影響だと思います。2日未満選手は、はい、今は残ってはないですかね。あ、会社がね、そのシロップ選手に負けて、はい、へえ。さあ、いや、あ、そしてナオ VS ツムスとマリオ VS ドクターマリオ、うん、はい、そうこう話しているうちに始まりました。さあ、注目カードですね。あの、学歴の高いマリオと、はい、あの、配管工マリオみたいなね、はい、配管工マリオは頭が詰まってるかわからない、はい、もうひたすら振りまくりますから、ね、そうですね、まあ、前作でしたら序盤のおっと、クルーガクが一気にバセット置いてさあ、お互いうっと横スマッシュ通している。ただこれ意外とスマッシュブンブンするのは学歴の高い方っていうそうですね、いつもありますよ。さあ、下投げから取っていけるか、クエクエ、やはり下投げからの火力はマリオの方が圧倒的に高い、うん、はい、それを単発火力でどこまで補っていけるか。後ろ投げ、おっと、そういう飛び方するんですね、うん。スムソさん結構後ろ投げ OP 気にせずガンガン外出していきますね。あー、おー、強気にポンプ貯めたところを空港でとがめていく。まあ、ドクターマリオあれですからね、やはりバーストタック多いので、はい、まあ多少、うん、なんていうか OP なんてかかっても、うん、まあ展開有利でダメージ稼いでいきたいという感じで、うん、さあ空中後ろ、むしろなんか甘い回避でもしようもうならトルネードなりで倒してしまおうっていうのもあるかもしれないです、はい。さあ、なお選手着地がちょっときつい。おっと、滑りを故郷、今のブレーキモーションはちょっと上スマを狙っていたかなっていう印象はありましたね、うん。さあ、空中後ろ、さあ見ている、これはとがめられなかったですね。さあ、しかし崖の外に出してもう一度、さあここでバーストしたいなおマリオ、これは、うん、3段目だし弱で暴れている。さあ、しゃがみでかわして、はい、ここにもフィットレがいるのかおっと、回避も見ていたが、歩き、うん、なんか今微妙な歩きで周りを調節して、うん、何を狙っていたのか、ウエスマあたりですかね、相手が空中から攻めてきたところって感じでしょうか。さあ、そのバーガーにウエスマ通そうとするが通らず、 DA が通って下投げ食う上、高い日、ウエスマンギリギリバーストした、着地できましたね、はい、なんとか。そしてウエスマン、あーっと、これ読めている、避ける、逆に逆にトルネード返していく。チャスが横置きを出ダウンしたところを起き上がり読み合い、掴んでいる、さあ掴んでいる、下投げ、これはクエ、クエが逆側に飛んで、いや、さあ、しっかりガード解かずに、そうですね、ポンプ、2ターンを求めていくいや、やはりナオマリオ一度流れを取ってからの、うん、いや、もう火力一気にパーセント一気に追いついてきましたよ。いや、本当にもうとんでもない火力ですから、一応触ると、さあ復帰阻止、頭を振るのは先に毒マリオだったが、もう最近のナオ選手は、うん、本当に復帰阻止かなりもう積極的にいきますよね、うん。さあ、お互い怖いか、まあ、特にスマッシュ当たりが強いゲームで復帰阻止で早期バスできるかっていうのは本当に大事になってきますね、はい。ここでとがめたいが、しっかりのくまりも変えてくる。さあ、横気を通して、これはノート、さあマントで反転させて、うん、落として、しかし上火暴れ、往年の大技あった、頭が悪いどっちの方が頭が悪いか。さあ、かわしてしっかり回避を落とす、クー当たっておいしいか、うん。さあ、下の A クー、やはり下の A からの火力はマリオの方が高い。さあ、これは頭が見えたが、空後がギリギリ、しっかりツムスト選手、上り空後に対しては、そうですね、しっかりこれのように受け身を取って、あれ、ダウンしてしまうと、おお、そこに触れるダウンしてしまうと、弱で、から横スマッシュだったり、
ドクマ、うん、マリオドクマリのジャクだって食らおうものならひとたまりもないですよ。おっと、これ内側に飛んでしまう。いや、お互い怖い。さあ怖いですよこれ、はい、お互いに。なんでそこで休みする。うん、これは頭を怖いですよ。振ったもん勝ちなところもあるか。おっと、これはいやー、それにしてもつむそ選手強気ですね。あのトレーナーで振りますか。あっと、これは後ろ投げ決まるか、決まらない。さあジャンプを使った。さあ怖い、着地が怖い、着地が怖い。空中へ攻撃でバースト。1本目取ったのはツムストドクターマリオ。ギャラリーも盛り上がっていきますね。さあもうここまで来ると、うん、もう皆さんあの中央スクリーンにもう夢中ですね、うん。さあ選ばれたのはポケモンスタジアム2。さあキャラも変わらずといったところで、さあナオマリを返していけるのか。掴みをすかしたところ、空中下攻撃で差し込んでいってから火力を取っている。さあ横強、1戦目は序盤つむそさん取ってたんですが、2戦目はナオさん側からはいという展開になってますが、さあクーウェイ引っ掛けて、オリクーウェイよく当てますね、うん、元ジャク、うん、さあ復帰訴訟狙っている、うん。さあドクターマリオやはり復帰がちょっと辛いので、うん、復帰訴訟食らうとひとたまりもありません。特にマリオのクエルの中、あっとこれもきついですね。しっかり止めていく。さあさあよし、空中後ろ、いやドクターマリオの空中後ろ痛すぎませんか、うん、空中前攻撃、うん、あれ当たってしまえばちょっとわからないかもしれない、うん、あれどれくらい飛ぶんでしょうかね、うん。さあファイヤーボールとお薬、下スマッシュ回避を分かっている。さあまたこれはデジャブな、おっとお互いにファイヤーボールとカプセルを、いや滑り横挙、うわこれは反転ウェビー。 いや先ほどのそうですね、受け身からの起き上がりの読み合いもかなり熱かった。いや滑り横挙、うん、受け身でその場に起き上がったところにその滑り横挙を刺さってさあ空中ダッシュ、うん、ファイアボール。さあお互い、さあお互いトイドグの応酬から近接に移って着地狩り止めていく。相手の攻撃をすかしたのを見てから、うん、なお選手空中下攻撃で取っていきますね、はい。さあこれは上からっとやり返していった。これは一気に逆転しましたよ。1戦目のただなおさんも反応したんですが、体がやや暴発してしまった。うわー、さあしかし強すぎる上スマッシュ、うん、強力な上スマッシュ通していって、もうお互いイーブン。北海道の治安は俺が守ると、はい、守ってもらいたいところではありますが、さあこのコンボ火力大力にして、これはいくのか、なんですか。あーあーもう会場の声援がすごいですよみんなみんな揃ってあーとか言ってますからねさあ滑り横挙、滑り横挙下シフト。確かにツムソ選手も一発当てれば火力は十分。空中シュート追い出して、ここでこれは当てている。返さず1-1。いや一時持ち込みますかこれツムスト選手渾身のシーツ決めたんですがね。ギャラリーにも座っていただきたい。ギリギリね、その辺のギャラリー映ってないんで。あ、全体的に前出すか。
前で映したい配信 人がいる感じに配信台に映したい座って観戦しましょう皆さんさあさあ泣いても笑っても3戦目選ばれたのはカロスポケモンリーグ、さあ余談ですがこのステージ、はい、綺麗ですよね全体的に。そうですね空中背景が映る、はい、ステンドグラス、うん、そして床もね、はい、ステージもかなり台も全体的にすごい綺麗な印象ですが、開幕から流れを一気に取っているのはツムスとドクターマリオ、うん、さあこの緩急つけたあれですね攻め上がり方、ドクマイの後ろ投げ前期は2番目でしたからね。あーと吹っ飛ばしがですか、はい、あーミーカさんガオガエンとどっちが上だったかなっていうような認識だったんですが、えネスはネスが1番です。あーさあしっかり回避先に空上で救ってさあこの火力様子見している。さあパーセント追いついてきましたが、うわ空前ふっく飛んだところに上スマッシュ対空上スマッシュ、さあギリギリバーストパーセント入る前に一度取っていけたのは、さあナオマリオかなり滑り横強を対応してますね、うん、はい、さあ上から復帰、これがカラスポケモンリーグ、うん、追ってくるが、そうですねこれがあるからツムスト選手はカラスポケモンリーグを選んだのでしょうね、はい、やはり復帰が辛いと。先ほども復帰阻止で負けてましたが横スマッシュあそこを通しますか、うん、さあ崖の読み合い、これは空中下攻撃が通って逆転したが空中後ろお互いに先にやったのはたお互いに上スマッシュ復帰阻止は決まらず、さあ空中後ろでバーストしない、これは下気を浮かせてしっかり崖に逃げる。ドクターマリオはあの下胸先端が当たると、うん、なんかすっごいなんていうかえぐい飛び方します、うん、あの何かつながると空中上がつながるみたいな、うん、飛び方がしますね。さあ空中も十分バーストしますから、ね、はい、なんとかストック追いついて、さあ後ろ投げで取っていって、これはとしかしライン反対側ギリ来れた形、ここで強引に打っていく、いやもういつ降ってくるかわからないですよね、うん、あんな見せられたら怖くてガードを張っちゃいますよね、固めちゃいますよね、うん、あんな見せられたら新下上げカーのコンボでさあ90%まで稼いでいって DA を通している、横スマッシュしっかり空中後ろが当たらない位置だということを分かっている横スマッシュでしたね、うん、上スマを振っていっおっと対決めておくから、うん、さあジャンプに対してリスク付け大ジャンプ空中後ろ通らずだが空中後ろ、さあこっから復帰阻止どうなる崖の展開、あーあと上スマッシュ、さあまだわからない、まだわからないぞ、さあなんて言ったってこのナオマリオ火力が非常に高い、一回触ればもうこれは追いつきますよ、そのレベルです本当に、うん、さあ本当に追いついていくよ、さあ回避上がり、固い握手の上スマを通して横回避に上スマッシュ通して勝利したのはツムスト選手、北海道の治安は守られないのか、うん、